こんにちは、松はいつも一人の松です。2022-2023 シーズン、イングランドプレミアリーグ第2節、チェルシー対トッテナムの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。チェルシーのホームスタンフォードブリッジで試合は行われました。チェルシーはトーマス・トゥヘル監督のもと 3-4-2-1 の形です。ゴールキーパーメンディ、3バック右からリース・ジェームス、チアゴ・シューバ、クリバリーで、右のウィングバックにロフタス・チークを使ってきました。で、左のウィングバックにククレジャーで、中央2枚はカンテとジョルジーニョで、シャドウはですね、スタメン発表ではマウントが右で左ハバーツだったんですけど、ハバーツが右に使われることが多かったです。で、マウントが左で、ワントップのような形でスターリングというような形です。で、対するスパーズは、アントニオ・コンテ監督のもと、こちらも 3-4-2-1 の形です。ゴールキーパーロリス、3バック右からロメロ、ダイヤ、デイビスで、ウィングバック右にエメルソン、左にセセニョン、中盤2枚はベンタンクールとホイビアで、シャドウ2枚はクルゼフスキとソン・フンミンで、ワントップハリー・ケインというような形になっております。では、試合結果といきまして、合計スコア2対2という形で、試合は終了しました。まあね、非常に面白い内容でして、まあ、私も試合中ね、もう本当に目を離せなくて、90分間も目をもうガン開きでね、まあ、見てたんですけど、まあ面白かったです。この試合をもう見ないのは もったいないですね。もう贅沢すぎる、本当に90分間だったと思います。ではですね、各チームのお話に行きたいなと思うんですけども、まずはホームのチェルシーから行きたいなと思います。チェルシー前半は圧倒的でした。ほぼ、スパーズに、ゲームをさせてません。ボールを持たせるボールゲームをほぼさせてないと。まあ、ネガティブトランジションの意識もそうだし、プレスの意識もそうなんですけど、しっかりとこう受ける選手に対してのアクションが早すぎるとかも早くて的確なんで、スパーズがまず前向きでボールを持つ時間がないと、持てる余裕もないんですよね。でそういった状況をチームとして作らないので、やっぱりこうスパーズが困惑する時間が多いで、プラスそこで素早い段階でハイプレスで囲んで奪い切って、そのまま自分たちのボールにしてショートカウンター仕掛けたりとか、もう一度自分たちの時間にしてやり直したりとかっていう時間が本当45分間ずっと行われてたんで、この内容はえぐいなと。ちょっと、まあ、プレスも、まあ、スパーズもかけてはきてるんですけど、やっぱり形がちょっと違ったりもしてましたし、まあ、マウントがですね、まあ、マウントとカンテかな、まあまあ、基本はマウントですけど、マウントはまあホイビアを見たりとか、まあ、リース・ジェームスはソン・フンミンをね、結構タイトに見たりとかしてて、結構中央の選手、ベンタンクールだったりホイビアだったりとかを結構まあコース消しながら、やっぱり最終ラインに対してもバン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 出ていってプレスかけていくんで、まあ、なかなかこうね、最終ラインで持てる瞬間っていうのは特に、中央のエリク・ダイヤか、エリック・ダイヤはね、前向きでボールを持てる瞬間とかはあるんですけど、そこ以外はね、結構もうバシバシに捕まえられて、もうパスを出せないと。でやっぱり一気にね、背後をボール出して、スパーズとしてはボールを送り込んで、一気にこう相手のそのハイプレスを全部無効化して、一気にボールを送り込んで、相手のラインを一気にさ押し下げたいっていうところもあるんですけど、やっぱりそれもままならない。本当にアクションの速さと、そこに対する強度と精度っていうのがとにかく正確なので、まあ、本当に素晴らしすぎる前半だったと思います。で、当然今回スタメン発表された時に、皆さんやっぱり一番注目されたのって、ロフタスチークのウィングバックのところと、まあ、リース・ジェームスの、センターバックの右センターバックの起用だったと思うんですけど、ロフタスチークに関しては彼をここに起用したのは、まあ、内側に絞らせたりするような役割を任せて、リース・ジェームスをそこでオーバーラップさせて、まあ、ククレジャを下ろしたりするような可変もできるから、まあ、そういった起用もしたのかなって、まあ、最初スタートは思ったんですけど、まあ、入ってみたら結構高めの位置にわざと上げて、そこに対してもうメンディからもうわざとそこにロングボール当てて、セセニョンと対峙しますから、そこでも身長的なものもこう足の長さ的なものと、まあ、優位性を持った中でボールを収めることができると。でそこでまあ一つのターゲットになることもできるし、で彼はもともと技術があってボールを持ち運べるっていう、
能力を持っている選手なので、こう前向きでボールを持っちゃったりした、持つこと状態ができてしまえば、そこからもう運べちゃうんですよね。もともと中央でそういったことを特徴にして生き残ってきた選手なので、幅を取ったとしてもそこから持ち運べると。もちろんそこからクロスだったりとか、こういわゆるサイドバック的な役割を担うってなってくると、またちょっと個性とかやり方は変わってくるんですけど、でもそういう仕事を求められるような状況になると、わざと高めの位置であえて内側に絞ってリース・ジェームスに上がってきたりとかすることもあったり、まあ、カンテがそこでちゃんとカバーに入ったり、ジョルジーニョがカバーに入ったりもするんで、まあ、あの攻撃にも本当にデザインが多く、やり方もいろいろ変えながら、スパーズを困惑させながらひたすらやり続けてた、攻撃し続けてたと。ただやっぱりスパーズは本当にソリッドに構えて、こうブロックがとにかく硬いので、ここを簡単に崩すのも難しいと。やっぱり相手をうまく引き出してスペースを使って一気に背後をつくとかっていうこともやってたんですけど、やっぱりそこでもうまく、まあ、対応できてしまえる、まあ、この能力と、まあ、ソリッドさを持ってるスパーズなのでなかなか難しいってなった時に、コーナーキックを奪って、あの先制点につながったあのクリバリの、ね、ボレー、ああいった形で点を取れたのは、まあ、あれだけスパーズが、耐え抜く時間をこうチェルシーは意図的にデザインして作っていて、でそこで得たコーナーキックから得点を取ってるっていうことなので、まあ、最終的にはもう攻め続けたものが最終的にああいった先制点の結果につながったっていうことだと思うので、これはチームとして生み出したものだと僕は思います。本当に素晴らしかったと思いますね。あとはですね、ジョルジーニョがですね、非常にまあクレバーに、最終ラインからのボールの引き出しもそうだし、セカンドボールの回収もそうだし、まあ、カンテも本当に素晴らしかったですけれども、この2人がね、まあ、本当にパフォーマンスレベルが高かったので、まあちょっと今外せないなと。まあ、コバチッチね、今回いませんでしたけど、戻ってきてもね、なかなかちょっと出番確保するの難しいなって思うぐらいちょっとすごすぎたので、もうちょっとね、なんて言うんだろう、試合見ててもなんて言うんだろう、すごすぎてため息が出るというか、マジかよみたいな、そこそういう判断できちゃうのみたいな、もう常にもう首振ってるでしょ、ジョルジーノとかも。やっぱり周り見ながらね、その状況をちゃんとその把握できる能力も持ってるインテリジェンスがないとできないん でしかもそのインテリジェンスだけでもダメじゃないですか。足元の技術もそうだし、判断もそうだし、もう結局全部持ってないとできないことをチェルシーはやっぱやってたんですよ。だから本当にね、素晴らしかったですね。あとはもうチアゴシューバーがやっぱり最終ラインもう本当に安定させてましたし、判断も本当にもうね、なんでそんな落ち着いてんのって思うぐらいすごいんで、この選手は。もうリュディガーもね、昨シーズンいましたけど、リュディガーもめっちゃすごいけど、やっぱチアゴシューバーいないと結構しんどいよって僕は思ってたんで、やっぱさすがでしたし、あとはね、まあ、ハバーツ、マウント、スターリングももちろん素晴らしかったんですけど、ククレジャすごかったですね。なんかもう、チェルシーにもう3年4年いますよねあなたみたいな、もうパフォーマンスしてましたし、完全もうマルコス・アロンソの上位互換みたいな活躍してたじゃないですか。ね、幅を取ったところもそうだし、我慢強く粘り強く守るところもそうだし、正直ね、今回3バックでスタートしてるんですけど、4バックになってたんですよ、チェルシー。あのククレジャが降りて、リース・ジェームズが、右のサイドバックに行って、まあ、チアゴ・シューバと、まあ、クリバリのダブル、2センターバックみたいなことになってて、でそういったその可変みたいなこともしっかりと状況的にこう変えたりしてたんですね、チェルシーが意図的に。それは間違いなくトゥヘルがやってることなんですけど、そこでもやっぱりそのクリバリとの連携もそうだし、マウントとの連携もそうなんですけど、まあめちゃめちゃ的確なんですよ。だからね、ちょっとね、本当に今季来たのっていうぐらいちょっと驚きというか、それこそね、僕この試合がもしこの先もずっと続くんであれば、ククレジャのパフォーマンスがね、もう本当にあのルイス・ディアスがリバプールに来た時ぐらいのこの即フィット感というか、ちょっとね、なんて言うんだろう、そのいきなり来た中でこれだけの活躍をして即フィットしてて、違和感を全く感じさせなかったから、僕個人的にはちょっと MVP を上げたいなって思ってるぐらい、ちょっと今日のククレジャは本当に素晴らしかったですね。本当にすごかった。もうすごくない選手なんかいなかったんですけど、今日の試合本当にすごかったですね。はい、
で、あとはそうですね、まあ、ぐらいかな、はい。で、対するスパーズの方になるんですけれども、スパーズはですね、まあ、前半は非常に大変でした。本当に圧倒されまくってたんで、ボールは運べないし、ケインにボールもつけたいけどつけられないと。でケインにボールが入りそうになっても結構もう強度高くバシッと与えられるんで、なかなかケインとしても難しい状況になると。で守備の時間が非常に多い分、やっぱり相当ねハードワークするし、こう頭使いながら守備するんで、やっぱり疲労も高まる中でさらに出ていかなければならないっていうことになるんで、相当大変でした。試合のスタートはね、前線からハイプレスかけて、まあ、いわゆるミラーゲームのようなことになってたんで、3トップでそのままセンターバック当てに行くことをしてたんですけど、結構チェルシーのビルドアップがね、まあ、うまくて、まあ、簡単にかわされてしまったりとか、チェルシー、スパーズの行う、ハイプレスを簡単にいなされてしまって運ばれるっていうシーンがまあ多くなってしまったので、まあ、完全に、前半のもう本当に、まあ、すぐぐらいからは基本的にはもう 5-4-1 で構えて、ボールを回収してカウンターっていうのを狙ってました。だから本当にまあホイビアだったりとか、まあ、あのベンタンクールだったりとか、まあ、特にホイビアは言ってましたけど、まあ、ケインだったりソン・フンミンに降りてきて、まあ、ボールを受けに来てくれと言うんですけど、やっぱりリース・ジェームスだったりっていうのチアゴ・シューバー・クリバリだとかバッシーが出てくるんで、まあ難しいと。だからこのままね、前半まあチェルシーがセットプレーで1点取って、このまま耐え抜く時間が後半も続いてしまうと、いやコンテこのままだとちょっとやばいなってって思ってたんですけど、後半スタートは基本的には変わらずに、まあ、前線からもう一度ハイプレスを仕掛けようってしたんですけど、結局それも簡単にいなされてしまって、まあ、本当にハイプレスに関してはもう通用しなかったというか、まあ、チェルシーがうまく対応してきたので、まあ、全てが無効化されてたと。でなった時に、まあ、本当に賭けに出たような形で、4-4-2 の形に変えて、まあ、エメルソンではなくて、セセニョンですね、セセニョンを、リシャルリソンに変えたんですけど、ここで、まあ、あのリシャルリソンとハリー・ケインの2トップのような形にして、まあ、ソン・フミ左で右はクルゼフスキーを置いて、中央はベンタンクールとホイビアっていう形にして、まずターゲットを2枚に増やして、でまず、まあ、ケインに当てても、まあ、リシャルリソンに対しても、まあ、まずボールを入れることもできるし、結構ねソン・フミンがフリーなような形で結構いろんなところに動きながら動きを行ってたので、チェルシーとしたら今までこう的をし、当てやすかったところが、こうイレギュラーが結構生まれたりとか、こう4バック4-4-2に変えられたことによって、誰が誰に当てていくっていうところがちょっと迷ったりした瞬間に、やっぱりボールを持ち運ばれたりして、でそこでチャンスをクリエイトして、まあ、スパーズも追いつくことができたりとかしてたん でやっぱり相手陣に押し込むと、チェルシーもやっぱり、そこからボールをつないでね、まあ、うまくやっていこうとするんですけど、当然、スパーズの強度だったりプレスがしっかりと連動して行うようになっていけば、チェルシーとしても簡単にボールを運べないっていうことになって、そこでボールを回収して、ホイビアのミドルシュートにまでつながってるんで、これに関しては、まあ、あのコンテが、変えた交代策がしっかりと現場で、ちゃんとした変化として起きて、それが、スパーズの、攻撃につながって、最終的には、ホイビアのミドルシュートにつながったと。でチェルシーも、まあ、そこでね、まあ、ある程度対応しようと、まあ、したり、しようとして、まあ、ある程度形を変えたりとかね、したんですけども、まあ、なかなかそのスパーズの変更に対しての対応っていうのもちょっと時間がかかってしまって、まあ、拮抗する時間がちょっと続くと。で76分ぐらいに、左サイドかな、チェルシーでいう左サイドのところで、まあ、うまくククレジャとクリバリのところでバシッと捕まえて、中央のスターリングから、右のリース・ジェームスにつないで、まあ、追加点を奪って突き放すみたいなことができてたんですけど、あの辺のだからこうコースを限定した状況になったら、もうチェルシーはめちゃめちゃ強いん でそうなって回収して、その後のみんなのそのいわゆる、トランジションというかね、攻撃に変わる瞬間の、まあ、みんなの速さ、動きの速さの部分で、的確に動いて、まあ、やって最終的にもしっかりと点を取ったと。でその後ね、まあ、あのペリシッチだったりとか、を入れたことで、またねウィングバックを、まあ、明確に置くような形にスパーズは戻したんですけど、でそこでうまくね、まあ、セットプレーだったりとかを作り出して、でまあアディショナルタイムにね、コーナーキックから、ハリー・ケインがねニアでそらしてゴールを決めて、同点に追いつくと。まあ、とにかく、まあスパーズとしては、
まあ、なかなか大変なところではあったんですよ、前半は特にね。ただやっぱり、コンテが勝負に出たりとか変化を加えたことによって最終的には引き分けにもつり込むことができましたし、ブロックがね、特に、とにかくソリッドなところっていうのは、まあ、相変わらずコンテらしさっていうところもしっかりとキープしながら、我慢強く戦い抜いた中で、やっぱり前線の子、まあ、ハリー・ケインだったりとかはやっぱりさ、ああいった瞬間を決めきる能力があるからこそ、まあ、ワールドクラス中のワールドクラスって言われてる、センターフォワードなので、まあ、やっぱり決めきるタレントがいるっていうことがやっぱり強いチームの一つの形でもあるんでね。だから今日の試合に関しては、まあ、前半はチェルシー、後半は、まあ、あの変化をつけて、まあ、よりこうチャンスをクリエイトした、まあ、スパーズ寄りなのかなっていう感じですかね。まあ、でもどちらかというと若干ちょっと僕の中ではチェルシーのトゥヘルに対しての方が若干評価は高いですけど、若干とか、まあ、もともと僕はトゥヘルが結構好きなタイプの人間なんで、まあ、トゥヘルさすがだなと、まあ、あの今日の試合見てて思いましたけど、まあ、スパーズもスパーズでやっぱりワンチャンスをものにできる力があると、強かったですね。はい。まあね、今もうプレミアリーグは本当に熾烈で、もう大きなクラブ同士の戦いになるとね、もう学びも多いし、もう興奮もそうだしね、もういろんなものがこう揺さぶられる試合になるのでね、まあ本当に90分間というね、ね、時間をこれだけこう満足して見せてもらえるような試合っていうのもなかなかないですからね。本当にもうこれから先自分の人生が続く限りね、こういった試合を何試合見れるのかなって考えると、まあ、まだまだ見れるのは見れるんですけど、でも本当にサッカーと出会えてよかったなって、やっぱこういった時にやっぱ思いますね。本当に素晴らしい、本当に面白い内容を見せてもらいました。本当にチェルシー、本当にスパーズ、本当にありがとうございます。本当に違うチームのねサポーターとしてやっぱこういった試合を見させてもらうの本当嬉しいですしね。もうチェルシーのサポーターの方々とかね、スパーズのサポーターの方も勝ちたいっていう思いが強すぎるでしょうから、絶対に。ね、僕らほどこう、ね、こう俯瞰的にこう、ね、見てるっていうか、どちらかというかこう、ね、感情がやっぱ愛情ゆえの感情が入るからね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ちょっとまあね、こう感情的な部分も出たのかもしれないけれども。まあ、確かにね、物議を醸すところとかはありましたよ。確かにあのククレジャーのね、髪の毛引っ張ったりするシーンとかもそうだし、あのハバーツのね、まあ、あのファールのところもそうだし、ね、まあ、あの辺がもしファール取られてたんど、ファール取られてたら、まあ、どうなるんだっていうところもね、まあ、あることは確かにそうだと思うし、まあ、あとはそうですね、あの監督同士のいざこざね、面白かったですね。もう見てる分にはめちゃめちゃ面白いからね、おーってなって、まあ本当に勝ちたいんだろうなっていうのがね、まあ、伝わってきて面白かったですけど、まあでも最後のあの握手のシーンは面白かったですね。 あれはトゥヘルが話さなかった方がなのかな、まあまあどっちかは分かんないですけど、まあ本当に面白かったです。はい、ということで、以上になります。本当にね、面白い90分間だったので、もしこのラジオね最後まで聞かれた方でまだ試合の方を見られていない方がいらっしゃったら、ぜひ見てください。本当にこれほどまだに、贅沢な90分間っていうのはなかなかないですからね、ぜひ見てください。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。